はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで OT さんですね。はい、OT さん、大谷さん、はい、どっちだ。はい、ヘリテージのホビーですね。もう残りもだ、あ、結構なんか本物出ますね。50年前のカードで1975年のものなんですけど。よいしょ。はい、ロン・リードさんですね。で、結構まあ、ね、まあ多少ダメージはあるものの、うん。まあ全然綺麗な範囲かな、という。はい。ですね。ロン・リードさん。はい。おー。ブレーブス一筋、うん、2桁勝利も結構やった。ああ、ここ18勝とか、18勝でも10敗か。ああ、すごいですね。防御率安定してますね。ああ、ねえ。4勝11敗、防御率4点とかなっちゃった時はあるんですけど。まあでも、イニングピッチも200超えてるのも多いし。ああ、ねえ。はい。昨日ちょっと裏面まで見てる余裕がなかったです。ちょっと忙しい。はい、じゃあパックのね、上を切ってからですので。昨日今日とね、通販の方だとコインのレリックのやつが出てて、結構なオッズですね。そんなに販売してないんですけどね、量的には。600パックとか、1000、あ、600パック、600ボックスとか、1200ボックス1ぐらいで、1枚出るようなインサートが3枚ですかね。X 内だけで。ね。すごいなと思います。一応ね、もう今アメリカ国内だと B2B っていう企業対企業、まあ企業対お店もそうですけど、禁止になるっていう話です。まあ禁止になってんのかな、もう見つかったら量を減らされるとか。まあね、それ店長も重んじて、はい、正規ルートですけど、まあ正規ルートのみですけど、まあそこにこだわって店長はこの数年間やってたわけで。お、ホワイトボーダー。はい、テレスさんですね。で、ひっくり返ってるのはやっぱりなんか今年はビッグリーグもそうでしたけど、コモン、アンコモン、レアみたいなね、昔の90年代のファイネストっぽいような感じにね、すんのかなっていう。カーショーですね、インサート。ちょっと待ってね。はい、これひっくり返ってるやつはなんかアンコモンか、レア ?SP か、なんかね、そんな感じみたいらしいので。番号は関係ないみたいですね、なんかね。お、ソニーの。うん。ベータマックス。懐かしいですね。店長、もろ昭和ですから。面白かったですよ。ね。これ、インサートの方に置いてきますね。ですので。はい、ひっくり返ってるやつ。なんですかね。うん。これだってカードナンバー50番ですよ。リスト見て、SP ちょっと抽出してっていう。やり方なんですね。ね。よいしょ。あ、サインだ。お、エヴァン・カーター。おー。はい、エヴァン・カーター弾けました。はい。うん。はい。ね、レンジャーズのね、強いチームのルーキー、
スタメンですからね。まあ多少成績のアップダウンはね、今シーズン中ももちろんあるでしょうけど。固まって、あ、ブラックホワイトも出た。はい、ディアス、アレクシアス、アレクシス・ディアスだ。ね、ブラックホワイト。ホワイト1、2、ブラックホワイト1、2、サインが1ですね。はい、あとは、大谷さん。出ないかな。レギュラーでも十分ね。4と3。今日はね、ゆっくりめです。まあ大体、もう朝からやってた梱包が大体終わったので。はい、バンカーターね、オベースね、うん。で、東岡さん。ね、ほら、ハイナンバーとか関係ないんだよね。まあでも仕分けに関しては、初めに仕分けしちゃえば、ね。うん。問題ないかなという感じですね。あ、翔平さんいました。セミエン。通常だね。これインサーズだね。はい。うん。ノーヒット。うん。ニモンさんだ。はい。これでホワイトボーダーが2つ出ました。で、ハーパー。通常ですね。うん。通常ですね。マッソ。インサートですね。コセロド。ストランド。まあちょっとバットに当たる。あ、翔平さんいる、これも。ちょっとバットにまだ、ね、そんな当たってないなって。当たれば飛ぶんでね。うん。徐々にコンタクトは良くなった。菊池さん、良くなってくんじゃないかなと。思いますけど、ドミンゲス見ましたね。ドミンゲスがいたけど、まだ大谷さんがいない。ラーズトーマス。ピース・ジャズ君。201ぐらいですかね。あ、藤波さん SP なんだ。ジャレット・ミッチェルね、445。ほ、ね、ジャスティン・マル、ジャス・マル。あと3パックですね。もう早い段階でヒットのところが出て、あ、クロームだ。あ、色ついてるけど、はい、せーの。と、リゾの、これは、575ですね。はい。リフラクターってなってんだ。はい。リゾのリフが来ました。色付きのね。はい。リフですね。色付きというか、まあデザインそのままにしたというやつですかね。だからリフのバリエーションは増えてるってことですね。例年と比べた。ボビッシュ。FF。スタントン。はい、スタントン。うん、大谷さんのベストだった。はい、ただ、エヴァン・カーターさんのサインが出ました。サインどうですかね？昨日3回ぐらい出てるんで、まあ、ケースに3枚か4枚ぐらいが貼るヘリテージはいつもね、定番な
確率なんでしょうけど、まあ大体そうですね、ハルヘリテージは 3,4 枚ぐらいが一般的かなという感じですかね、毎年。まあただ 3,4 枚って、まあ3箱か4箱1ぐらいって考えると、まあそんなに悪くはないよね。ちゃんとこうやってベースカードもあって、たくさん種類があってっていうところでね。大谷さんがこっちが出ましたね。まあホームランリーダーのカードですので、ありかなというところですね。はい、でサインも出ましたし、よかったのではないでしょうか。はい、エヴァン・カーター、ホワイトボーダーね。で、大谷さん一つ、ブラックホワイトで7号ホーム、ロン・リードさん、うん、2桁勝利結構やってますね、うん、4回5回やってるんだ、はあ、すごいですね。 3.34、3.5 以内のピッチャーってやっぱすごいですよね、うん、はい、じゃあこちらで、今日ね発送いたします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。